私は一体。姫、そのまま切り捨ててくれても構わなかったものを。そんなことを言っても現にザオはいないじゃない。だったら私の前に連れてきなさいよ。私をお呼びになりましたか？ザオ！あくまでたまたまですよ。皆さんの噂を耳にしたもので。まあ、そもそも目的なしに首都に立ち寄ることもないからな。それじゃあ全部嘘だったんだ。あなたが死んだこともルーケから出奔したことも。家の最高、心よりお祝いを申し上げます。ガウラン様、いえ、フェンリー様、ルー家の娘アシェンとして千年の友好と共栄を願わせてください。ほう、愛わかった。こちらこそ改めて貴家の繁栄を願わせてもらう。アシェン・ルード、ありがたきお言葉。そしてザオ殿、どうかフェンリー様を末永くお支えください。かしこまりました、アシェン様。いえ、アシェン殿、この先立場は異なりますが、共に兵ゆえを盛り立ててまいりましょう。これで一件落着ってか。ここまでが全てやつだ。だが、アーロン、貴様何の了見で。うるせえ、部外者は黙ってろ。そう、あんたはやっぱとんでもねえな。さすがは俺が一目置いて慕ってきた博覧流。アシェンのことを見捨てたようでいて、裏ではちゃんと気にかけていて、今まさにこんな状況を作った上で立ち直らせちまうんだからな。何のことでしょう。仮にそうだとして問題でも。大ありだろ、身内、いや家族としての話ならな。
あんたは今回の件でアシェンのことを泣かせに泣かせた。俺の幼馴染であり、ルーケの娘であり、それに何よりあんたにとっても大切な身内だったはずの娘をだ。それはそう、10年以上にもわたる付き合い、その絆が紛れもなく本物であることはあんただってごまかせねえはずだ。にもかかわらずあんたは自らにとっても大切な存在であるはずのアシェンのことを傷つけた。そのけじめをつけねえのはありえねえ。そうじゃねえのか、サオリ。なるほど、それがこの手痛い一撃というわけですか。そういうことだ。今一度その味を噛みしめろよ。ええ、そうさせてもらいますよ。大きくなりましたね、アーロン。キリンジの名に恥じないくらいは。言ってろ。ラシューの消波を今後は期待させてもらえそうだな。だからいいんだよ、その肩書きは。大丈夫、ザオ。かなり痛そうだけど。いえ、これ式の痛み。アーロンに言われてしまうでしょう。お嬢様が感じた痛みに比べれば大したことはないと。確かにそうかもね。本当にこれからのヘイユエが楽しみです。アーロンはともかく、フェンにアシェン様もどうかさらなる成長を遂げて、この私を大いに脅かしてください。それが付き人ザオリーの最後の望みです。そう、ええ、望むところよ。こう見えて私も諦めは悪い方だからね。いつかあなたが予想だにしない手を打って、嫌でも無視できないようにさせてみせるわ。そうですか。それは楽しみです。一時はどうなることかと思ったけど。ああ、ようやく区切りがついたな。たく、ザオじゃねえが、気づかねえところで大きくなりやがった。ゲネシスが、何？何か光って、これって。素晴らしい成果ですね。ははあ、文句なしだな。分かってんじゃねえか。